ジャロッド・マイケル・ウォッシュ・バーンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州出身の元プロ野球選手。ウィスコンシン大学、押越し高在学時の1995年、ドラフト2巡目で、アナハイム・エンゼルスから指名を受け入団。1998年にメジャーデビューを果たす。2001年からは先発ローテーションに定着。2002年には18勝6敗。 防御率3.15の高成績を残し、チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。2005年10月28日に FA となった。2005年12月22日にシアトルマリナーズと4年、総額3750万ドルの契約に合意。一石初年の2006年は、前半戦は打線の援護に恵まれず、後半戦はその逆のケースが増加。 終盤戦に突入すると、右ふくらはぎの筋肉に劣傷があることが判明し、9月19日にシーズンを終えた。2009年はシンカーを大投げするようになり、7月の月間 MVP を受賞するなど7月まで8勝6敗、防御率2.64と好調だったが、トレード期限日となる7月31日に、ルーク・フレンチ及びマイナー1選手との交換トレードで、 デトロイトタイガースへ移籍。移籍後は8試合で1勝、防御率7.33と不調に陥った。オフの11月5日に FA となり、ミネソタツインズが1年500万ドルの契約を提示していたが契約には至らず、2010年はどこの球団にも所属しなかった。2010年5月6日、ウィスコンシン大学、押し越高の学校誌、ザ・アドバンス・タイタンでのインタビューによると、 家族と過ごす時間を大切にするために現役を引退した。Go!AO が2005年を除いて前年1.0未満とフライで打ち取る投球が持ち味。ありがとうございます。